人の心から悪意が消えることはない。怒りが消えることはない。東都電力湾岸火力発電所の受給システムにサイバー攻撃が仕掛けられています。全員退避。サイバー空間は第5番目の戦場とまで言われています。そしてすでに我が国も戦争状態にあると言っても過言ではありません。国際的なサイバーテロ組織イントルーダーの犯行と見て間違いない。ビンゴ、早速引っかかったぜ。戦いはこれからです。この命に代えても必ず壊滅させます。絶対に逃がさない。警察に話した。今度は死ぬぞ。何したんだお前。責任は全て私に押し付けられた。憎しみからは何も生まれません。私は誰も信用しちゃいない。兄貴は父でもあり母でもあった。兄がいたからボクシングもできた。兄がいたから生きてこられた。サイバー犯罪を実行しているのは機械じゃない。悪意を持った生身の人間だ。私が必ず兄を見つけ出す。兄貴。